韩证券，中国股市行情。韩证券，中国股市行情。中国股市行情。内藤証券，中国株情報。皆さんこんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110からの生放送でお送りしています。そして解説は内藤証券中国部次長の千原康弘さんです。千原さん本日もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。では先週から今週にかけての中国株式市場の動きを振り返ってまいります。まずは本土市場、上海総合指数です。上海総合指数は6月26日の終値が 2844.508 ポイントで、先週19日火曜日の終値に比べて 2.2% 安となりました。代わって香港のハンセン指数です。こちら昨日の終値が 28881.4 ポイントで、先週19日火曜日の終値に比べて 2.0% 安でした。では解説をお願いします。ですね、中国本土市場から見ていきたいと思います。はい、こちらはですね、上海総合指数の動きですが、米中貿易摩擦への警戒感を背景にですね、急ピッチで下落してますね。1ヶ月余り前は3200ポイント台だったんですけれども、まあ、今月19日火曜日には約1年9ヶ月ぶりに終わり値で3000ポイントの大台を割り込みました。はい、その背景にはですね、アメリカによる 対中制裁関税の拡大などがあったんですね。まあ、これを受けてですね、中国の主要メディアは投資家に冷静な対応を呼びかける記事を相次いで掲載しまして、その上でですね、中国経済のファンダメンタルズや株式市場を取り巻く環境が良好であることを強調しました。はい、こうした報道をですね、中国本土の投資家は政府が株価下落の回避を望んでいると受け止めまして、これが20日水曜日の反発につながったんですね。なるほど。しかし翌21日木曜日は、アメリカの高官からですね、対中強硬姿勢の発言が飛び出した上に、まあ、そのグーグルと中国企業の関係を見直すようにアメリカの超党派議員が求めたことなども影響しまして、上海総合指数は約2年ぶりに2900ポイントを割り込みました。はい、こうした米中通商摩擦への警戒感を背景にですね、中国政府は中小企業を支援するために預金準備率を引き下げるとの見方が、22日金曜日に報道されました。でこの報道を交換してですね、上海総合指数は週末反発したんですね。はい、そして報道の通りに週末に預金準備率の引き下げが発表されましたが、大胆の見方に反して週明けは大きく反落したんですね。そうでしたね。はい、その背景にあったのが、中国資本 25% 以上の企業に対する対米投資制限が検討されているという報道だったんですね。はい、また中国への技術輸出へも規制が強化されるとの情報もありまして、米中関係の一段の悪化が懸念されました。こうした警戒感がですね、昨日も続きましたね。はい、続いて香港市場なんですが、こちらハンセン指数なんですけど、こちらもですね、急ピッチで下落してますね。原因は先ほど紹介しました米中通商摩擦でして、ハンセン指数は今月19日火曜日に、先月7日以来の3万ポイント割れとなりました。はい、今週に入ってからは昨日まで続落しています。25日月曜日には約半年ぶりに終わり値が2万9000ポイントを下回りました。はい、米中通商摩擦なんですけど、泥沼化の様相でして、まあ、株価の低迷はですね、先が長そうな雰囲気ですね。上海、香港ともに冴えない動きですね。はい、では、ここまでは本土市場、そして香港市場の動きまとめて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。内藤证券中国股市行情。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げています。さあ、千原さん、今週の話題をお願いします。はい、真夏日が続いてますが、まあ、冷えたビールがですね、ますます美味しくなってきます ね、 ですね。で、まあ、今回はですね、中国のビール業界について話をしたいと思います。はい、
でビールっていう飲み物はですねメソポタミア文明の時代から飲まれていましたが、まあ、中国にはですね、結局広まらなかったんですね、はい、で中国でビール作りが始まったのはわずか120年前ほどですね。あ、そうなんですか、はい、浅いんですね。浅い歴史なんですね。でこちらがですね、中国のビールの歴史をまとめた表なんですが、はい、中国東北部に進出したロシア人によってですね1900年に黒竜江省のハルビンにビール工場が設けられました、はい、でこれが中国でのビール製造の始まりなんですね。で続いて1903年にドイツ人が山東省の青島にビール工場を設けました、はい、でこれが日本でも有名な青島ビールの起源となります、うん、で1904年には中国人による初めてのビール工場が、先ほどと同じハルビンに設けられました、はい。で第一次世界大戦になりますとその連合国側の日本がですね1914年にドイツの植民地だった青島を占領します、でドイツ人が作ったビール工場は、大日本ビールの青島工場となったんですね、はい、でこの大日本ビールっていう会社はですね中国で幅広く事業展開しまして、まあ、ハルビンにも工場を設けたりしてたんですね、で第二次世界大戦で日本が敗戦しますと、まあ、青島の工場は中華民国政府に接収されまして、うん、やがて中国共産党に没収されます、はい、でハルビンの工場の方はソビエト軍に接収されまして、まあ、中華人民共和国に移譲されました、はい、まあ、このようにですね中国でのビール作りはヨーロッパ人が始めて日本人が加わって、うん、で中国人のものになったっていう歴史があったんですね。へー。で戦後の中国でのビール製造は低調な状況が続いてたんですけれど、はい、まあ、改革開放をきっかけにですね急成長したんですね。でこちらはですねキリンビール大学がまとめた2016年の国別ビール消費量です、はい、で中国の消費量は世界1位でして、世界の 22.4% を占めました。中国はですね2003年から14年連続で1位となってるんですね、後発国なのに、はい、うん、でその背景にあるのがビールの普及と人口の多さですね。やはりね、はい、ただし1人当たり平均消費量になりますと、まあ、日本は54位なんですけれど、そして中国の順位はこう明らかになってないんですが、まあ、その総消費量が中国は日本の8倍、うん、で一方人口が日本の10倍以上ということを考えますと、まあ、1人当たり平均の消費量は日本よりもずっと下であることが分かりますね。そうですね、はい、つまり中国人はですね日本人ほどビールを飲まないとも言えますね。なるほどね、まあ、中国は世界最大のビール消費国ではあるけれども、はい、日本人よりも飲む量が少ないということなんですね。そうですね、はい、先ほどのビール消費量のランキングでは前年に比べて 3.4% も減少してましたね。そうですよね、まあ、その中国人の平均消費量は日本人よりもまあ少ないんですけれど、はい、まあ、そのもうお腹いっぱいになったように、まあ、ビールの消費量がちょっと落ち込んできてるんですね、でこれはですねその中国のビール生産量の推移なんですが、このようにですね、まあ、ビールの泡のように膨らんで、まあ、2016年は1990年の約 6.5 倍となりました、はい、しかしまあ限界まで膨らんだ泡が小さくなるみたいにですね、2014年から減少が続いてるんですね。意外ですね、はい、で生産量の減少の背景には、まあ、消費量の減少っていうのがあります、でこちらは消費量の推移なんですけれど、まあ、2014年から2016年まで3年連続の減少となってます。でビール消費量はですね世界全体でも2016年まで2年連続で減少しているんですが、はい、その世界的なそのビール消費量の減少の背景に、まあ、最大の消費国である中国の落ち込みが影響したようなんですね。うん、でもなんでビールの消費量がこう減少してしまったんでしょうか。ここ気になりますね。うん、そうですね、さまざまな原因があるんですけれど、はい、まあ、一番大きなのは世代交代とも言われてますね。その若者があまりビールを飲まなくなった一方で、はい、まあ、それまでビールを飲んでたですね、まあ、その人たちがちょっと高齢になってきて、うん、まあ、ちょっとあと生活水準も豊かになったのでちょっと高級なお酒とかにですね思考が変化したことなどがありますね。ではそこでですねその中国の酒造業界におけるビールの立ち位置を見ていきたいと思います。はい、でこちらはですねアリババが経営する e コマースサイトの T モールで見つけたビールなんですけれど、まあ、330ml 1本あたりの価格を見ますと有名な青島ビールとですねあとこの雪花ビールってあるんですが、まあ、スノービールとも言うんですけれど、
まあ、ちょっと読みやすいように雪花ビールって言っていきますね。はい、はい、まあ、それらの安価品はですね、日本円でだいたい1缶32円から41円なんですね。安いですね。はい、はい、で上位品でもまあ100円に届きません。へー、まあ、ビールが好きな人はですね、中国でガブ飲みしても財布が全然痛まないようですね。のようですね。はい、で富裕層や中流層の中国人にとって、まあ、ビールはですね、これほど安いお酒なんですね。で続いてこちらなんですけれど、はい、これは酒の種類別の業界統計です。はい、企業の数で一番多いのは、白酒メーカーですね。白酒って書いてある白酒ですね、はい、のメーカーです、ね、して、まあ、全体の 57% を占めています。でその次に多いのがビールメーカーでして、全体の 16% 447社ですね。はい、つまりなんか白酒メーカーの3分の1程度ですね、ビールメーカーは。そんなに差があるんですね。はい、一方生産量で見ますとビールが最も多くてですね、全体の 62% を占めてます。はい、で白酒は 17% ですね。で以前に紹介しましたように、その白酒はですね、大量生産に向いてないんですね。はい、しかしビールはさまざまな地域で生産可能でして、これが生産量の差に表れてますね。はい、で続いて売上高と税引き前利益を見てみますと、まあ、高価な白酒ですね、は売上高が全体の 61%、 税引き前利益の 78% を占めてます。はい、でビールの、占める割合ってほんのわずかなんですね。中国での歴史が浅いビールはですね、まあ、改革開放とに伴って生産量が急増して、まあ、消費量も世界一に達しました。はい、しかしですね、お酒としてのランクはちょっと低めで、まあ、ビールを飲むっていう飲酒文化がですね、定着する割合度合いも低くてですね、はい、まあ 所得水準の向上とか世代交代に伴ってですね、まあ、消費量が落ち込んでるって言えるでしょうね。意外な状況ですね。まあ、中国のビールメーカーにとっては不安でしかないでしょうね。そうですね。縮小しつつある市場の中でですね、まあ、いかに生き残るかが中国のビールメーカーにとっての課題となりつつあります。でこちらの地図なんですけれど、地域別のビール生産量を示した地図です。でこれを見ますと、山東省での生産量が特に多いことが分かりますね。赤くなっているところです。本当ですね。はい、山東省といえばチンタオビールの拠点ですね。そうです。はい、ではそのチンタオビールが中国最大のビールメーカーなのかといえばそうではないんですね。有名ですけどね。はい、でこちらは中国各地のビール市場のシェアを示した地図とグラフです。はい、で緑色がですね、チンタオビールなんですけれど、まあ、河北地方などではですね、その過半数のシェアを確保しているところが結構あるんですけれど、まあ、それ以外の地域ではですね、まあ、他のメーカーに押されているような状況なんですね。はい、で全体的に多いのは、まあ、青色の雪花ビールですよね。そうですね。はい、で外資ではこの赤色の、まあ、アンハイザーブッシュインベブですね、バドワイザーなどで有名な会社なんですが、あ、はい、まあ、河南地域や河中地域で高いシェアを得てますね。で西部地域ではこの黄緑のカールスバーグですね。 はい、なぜ西部に強いのかっていうのはあるんですけれど、はい、まあ、そこが検討してます。でこの他に地ビールが高いシェアを持つ地域もあるですね。例えばチベットのラサビールとか、河南地方のまあ金星ビールとかですね、そうしたビールもあったりします。はい、でこちらはですね、中国のそのビール大手3社の販売量ですね。チンタオビール、カジュンビール、カジュンビールっていうのは雪花ビールを作っているところですね。はい、それとあと円形ビールってあるんですけれど、はい、まあ、チンタオビールはですね、2006年に、販売量がまあ1位から2位に転落しまして、で代わって雪花ビールを生産販売しているこのカジュンビールですね。はい、こちらが、トップ企業になったんですね。その後1位のカジュンビールと2位のそのチンタオビールはの差はこう開くばっかりなんですよね。でここ数年はカジュンビールが踏みとどまっている一方で、そのチンタオビールの減少が目立ってます。でこちらはですね、チンタオビールの業績の推移なんですけれど、販売量と売上高の動きはですね、ほぼ連動していまして、ここ数年は減収が目立ってます。で、まあ、縮小する市場の中でですね、チンタオビールはちょっと苦戦してるんですね。ただし厳しい状況は、まあ、そのライバルのカジュンビールも同じなんです。そうでしょうね。でこうした状況を受けまして、チンタオビールとカジュンビールは今年に入ってから、まあ、一部製品の値上げを決定しました。はい、まあ、市場が縮小する中では業績を伸ばすには、まあ、値上げしかなかったようなんですね。でこの値上げを受けて
株式市場では業績改善期待からビール関連株が買われました、はい、ただ値上げをすればそれに見合う価値が求められますね、今後のそのビールメーカーの競争は販売量ではなく品質、味わい、独自性などが中心となりそうですね。はい、わかりました。本日は中国のビール業界について詳しく解説いただきました。ではこの辺で失礼いたします。千春さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。